市民集会は路線の存続を掲げる芸備線沿線議員連絡協議会が開催したもので、沿線の市民などおよそ400人が参加しました。日本総合研究所の茂谷浩介さんが講演し、赤字を理由に廃止するなら鉄道に限らず道路も赤字だと指摘した上で、税金を使って上下分離して維持するなど方法はあるとして、市民が声を上げて国を動かしていく必要性を訴えました。国がただのこの行事ではなくて、自分が参加して話し合いしてほしい。集会では最後にダイヤ改善をはじめ駅周辺の整備を要望していきたいとするアピール文を読み上げ、今後の取り組みを確認していました。